湯部岳と、鶴見学周辺の地形図鶴見岳鶴見岳、山頂鶴見岳と別府ロープウェイ。鶴見岳は、大分県別府市にある、勝火山。標高は1375メートル。日本三百名山の一つ。東側山麓の扇状地には、別府温泉が広がる。鶴見岳は、阿蘇十国立公園に指定されており、別府湾からは、 後方の湯部岳と並ぶ美しい姿を見ることができる。初夏の宮間霧島、秋の紅葉、冬の無氷等の自然に恵まれている。山頂へは、別府ロープウェイが中原の別府高原駅から山頂の鶴見山頂駅まで通じており、10分足らずで登ることができる。山頂からは、東方に別府市街や別府湾、南方に城島高原を見下ろし、 すぐ西側には湯部岳、遠方には九十三を望む。晴れた日には東方に四国を遠望することができる。また、山頂には日男日売神社奥院の石祠や鶴見、七福神が祀られている。日本最大の温泉都市別府の源である鶴見岳には古代より山麓に温泉があることは広く知られていたが、活発な噴火活動で荒れ地や沼地になっており、 整備されていなかった。文語国風土器や万葉集には、現在の芝石温泉の血の池地獄にあたる赤湯の泉や鉄林温泉の地獄地帯にあたる九倍流の伊藤についての記載がある。伊予国風土器一文には、大国主名が鶴見山麓から湧く、早見の湯を海底に管を通して道後温泉へと導き、少なびこなの命の病を癒したという神話が記載されている。 771年に創始されたとされる日、男日売神社は、新体山である鶴見岳の二つの山頂を火の家具と命、日滝早女の命の男女二柱の神として祀っており、別府八湯の守り神として信仰を集めている。船用橋から眺めると湯部岳と鶴見岳が並び、両線が透けたように見える。これは一番手前にある。 ソロクさんの稜線がユブ岳と鶴見岳の稜線に偶然にも合致しているためである。立地の良さから各放送局の施設や警察庁の通信施設、県防災行政無線などの中継所が設置されており、また大分県デジタルネットワークセンターの区域外再放送の受信施設を設置、北九州局と久留米局の電波を受信し、大分県のケーブルテレビ局に配信する。 約9万年前にユブ岳とほぼ同時期に火山活動を開始した火山で、主な岩石は安山岩及び霊サイトとなっている。鶴見岳は南北約5キロメートルにわたる溶岩ドーム群の南端に位置しており、北端にはガラン岳が位置している。2003年に気象庁の見直しによって、かつ火山として認識すべき範囲が拡大され、 気象庁指定の火山としては、ガラン岳を加えて、鶴見学、ガラン岳と呼ばれるようになった。例年1月には、山頂で、鶴見学大観我慢大会が開催され、氷の椅子に座って、かき氷を早食いする、かき氷早食い競争、氷のバケツに手を浸してから針に糸を通す速さを競う、地獄の針仕事、素手でつららに抱きついて耐久時間を争う。 つららしがみつき競争等が行われる。例年4月の第2日曜日には、日本で唯一、海抜0メートルから標高1375メートルの山頂までの約12キロメートルの道のりを幹線自動車道を通らずに登山するべっるみ磨く一気登山大会が開催される。受付は2月上旬から3月中旬の間に行われる。 1988年から始まり、年々参加者が増え、2012年の25回大会では3525名が参加した。コースは、下記の通り。大分川船井大橋の上に、透明な山が見えます日本三大実力マイナス14、気象庁鶴見岳、ガランタケ火山活動の記録火山、活動解説資料鶴見岳、 ガラン岳の火山活動解説資料福岡管区気象台火山監視情報センターありがとうございます。